すごいパーティーだな。魔族正体不明ユニコーン。意外と近かった。ああいい渓流。あれはモンスターか、それとも松明的な、ゆらゆら動いてたから生物かな、エレメント的な。嫌なオーラ放ってんな。彼岸渓谷。ここもいずれ使えるようになって、でファストトラベルが各所でできるようになるんだろうな。ん？鎧を着た人物がうずくまっている。あ、これ草原にいた人か。何やら困ってる。助けない理由は特になさそうだしな。スーツが故障してしまった。部品が飛んでいった。中は無事だけども、その外側がやられてしまって機能がダウンしてしまって。おい、いやだって分かりづらいんだよこれ。今会話してるこのさあ、左奥かと思ってさ、この視点がね若干変わったから、まあ、このマップのねアイコンを見ろって話なんだろうけど、だいぶ飛んだね。さあ助けたことでどんな影響があるかな。君もちょっとパージしないかい。座り往生。お前も誰かを見たってことだ。アベルの少女、人間の少女と言った方が分かりやすいかも。人間とは別存在なのかい。あ、仲間もしや。別に嫌ってないっすよ。こういう時、お前たち人間は名前を共有する。ディアンサス、はじめまして、ガーダです。魔族と呼ばれているのは認識しているんだね。仲間はバトル中に自動で攻撃をしてくれる。ダウンしても勝手に復活、便利。全部こいつに任せよう。シーズライトの影響か、魔物の気が立っているようだな。女の人だった。身長高いし武骨な格好してるから男だと思ったよ。ターゲットロック、いて。これはとっととやった方がいいな。まあ、言うても俺もこの格好で男性だからな。マップが、うん、歩いていかないと解放されていかない。こういう時はね、イベントがある方はね先に行きたくないんですよ。収集物とかね、宝箱とかそういうのを先に一通り取ってから残りを進めたいんですよ。魔法系なんだね君は。直接殴りに行ってないから、君ちゃんと働いてるって思ったけど、ちゃんとサポートしてくれてた。
はしごがない。これは上からやって、で、一回上からかけちゃえば、今後の行き来がっていう感じだろうね。やった、種いっぱい。大きな滝。やった、休憩だ。お、やった、スタミナ回復。あ、でも完全回復ではないか。早く釣りがしたい。こっちにもツールマークがあったね。ここも上からはしごがかけられるんだ。でも修理するのになんか素材いるんじゃないの？道具も必要ない。なんて便利な魔法のはしごだ。修理ポイントで修理することができますと。時間経過はあっても、うん。でもあんまり時間かかるようになるとね、うん、一日が終わって、その後の生活に支障をきたすんで、そういうところはまあ、考えながらだね。キノコ。え、やばいキノコじゃないか？食べてみますか？あ、はーい。うわー、やばそうとは思ったけど、ちょっとディアンサス、そういうさ、なんかそのキノコはやめておけとかさ、何かアドバイスが欲しかったな。何でもかんでも口に入れるもんじゃないぞと。食用でないってことは何に使うんだあれは。コンディショングリーンだ。お、戦い終わった後にそんな一言メッセージも。もっと喋ってもいいんだけどね。戦闘中ももっとバンバンなんか声をかけてほしいね。なんか大丈夫かとか、援護するとか、スタミナがない。じゃあなんかこう、その場にある何かを食って、これで地味に回復するしかない。ただ、スタミナがないと、戦闘も厳しくなっちゃうからね。てか生肉こそさ、食べない方がいいでしょう。何か光るもの。光ってもの。お、何かいいものあるって手突っ込んだら毒のある虫がいたりとか。よかった、魔物が。そんなパターンもあるのか。結構広いな。これは一度帰って体勢を立て直すのもありだね。ガブガブ。よしよし、こういうところはね直して近道にしておいて、ここ直しちゃえば、うん、次回はだいぶ楽に行けそうだね。で、右下もまだ行けるとこあるから、まだ探索の余地はあるな。いかん、死にかけてる。ちょっとディアンさん全部やって、残り全部やって。危ねえ。こっちとか食っといた方が良かったか。あ、そして2人も食ってる。1つの両側からポッキーゲームのように食ったな。ただならぬ気配。いいぞ。おそらくボス戦ってことでしょう。明らかにこの時代の文明じゃない物体だね。未来から送り込まれたもの、それとも何度もループしてる系かな。進んだ文明、滅んで、その繰り返し。そしてユニコーンが喋った。姫言われたけど姫ではない。騙しよって。別に騙してません。あ、絵がある。そういうことはつまりいずれ仲間になる。つまり乗り物だ。
なんだそのユーモアは。要はユーモアにはかなりうるさいぞ。いいキャラだなこいつ。牧場系でいうとこの馬として使えるかも。一回戦うのかな。あら馬かおこかい。あーこれは勘違いされて一度戦いになっちゃうか。実に怪しいな怪しいな。確かに逃げ回ってディアンサスにやってもらえばいいか。いや、あ結構強いな。ディアンサスにヘイトが向けば俺は無事に済むか。こいつも魔法系なんだね。ちょっと今のうちに草食って回復しとこう。なんか緊急回避技とか欲しくなるな。そのうち出たりするかな。うん、なんとかなりそうだ。ちゃんと危険信号は出してくれてるから。いて、尻尾を切り落とした。ごめんよ。世のあまりにも恐ろしい最小技ホーンスプラッシュを見せるしか。出すと見せかけて逃げるタイプだな。え、全回復した。とんでもない。スプラッシュって言うから攻撃かと思ったのに。教えなければ何度でも回復してやるからな。ひどすぎる。この珍獣ひどいよ。ようやく会話の余地が。お、連れて行こう。すごいパーティーだな。魔族正体不明ユニコーン。お、癒しをしてくれないのか。本当にいるだけか。カバンとかつければこいつにね荷物持たせたりとか。ふう、危ないところだったぜ。さらに奥、まあ一度ボス戦があったからとりあえずここでまたボス戦があるとかはなさそうだけど。転移モノライト、やったー。これでいろんなとこにワープができるね。アイテム消費系かな。でもリターンベルがね消費系アイテムなんだから、一度使用者として登録しないと、一回触らないとってことだね。あでもどうだろう、ワープ自体は行ったところだったら、あれ自宅に帰還することもできる。へえ、あれか、モノライトもないような深みに行っちゃった時に緊急脱出としてリターンベルってことかな。やったね。セーブもできるのがありがたい。